試験前だから部活は休みなんだよ。違うもん、デブ猫なんかじゃないもん、ニンニン猫ぴょんだもん。わーい、ニンニン猫ぴょん。こんなにプニプニなんだもん。プニプニ。だからデブ猫じゃないって、この子は。この子のお腹には赤ちゃんがいるの。そう、だからニンニン猫ぴょんなの。はい、に
忍者？何言ってるの？なんだかよくわからないけど、多分全然違うと思うよ。人間だとお腹に赤ちゃんがいる人を妊婦さんって言うでしょ？ってことは、猫の場合は人猫さんだよね。でも人猫さんじゃ可愛くないでしょ？だから愛着を込めて人間猫ぴょんなの。なんか自分のお腹に赤ちゃんがいるっていうの分かってないみたいだね。ちょっと心配だよね。元気な赤ちゃんが生まれるといいね。ともちゃんってさ、国語得意だったよね。そりゃ漱石は歩くってば。うん、あのね、わからないところがあるんだけど。
ちゃん、早く降りなきゃ。そっちはお釣り100円ね。50万円ね。おばちゃんとは失礼ね、こんなレディーを捕まえて。はい、お釣り50円でいいんだよね。ありがとうございました。美味しかったでしょ。聞こえないな。あー、聞こえんな。よし、感謝せよ、しょうね。
しよっかな。ともやくん次第ってとこね。何してんの？あー、学校で食べちゃいけないんだよ。何あげてるのよ。そんなのあげちゃダメなの。そういう問題じゃないってば。別にゆえが食べたいから言ってるわけじゃないの。猫はガム食べないの。特に妊娠中のこの子にそんなものあげないでほしいの。わかった？ガムは全然別次元の食べ物でしょ。それは歯がないだけだってば。
められちゃったんですか。まあかわいそうですね。よしよし、よしよし、よしよし、もう大丈夫でちゅからね。大丈夫でちゅよ。よしよし。変な男から守ってくれてありがとうって言ったんだと思うよ。あ、そうだ、さっきのガムちょうだい。俺だ、俺。今暇か？あ、ちょっと待てよ。来週のテストお前どうするんだ？あるがままって相変わらずすごいなそれ。分かってないな。中間テストなんかさ、出るとこ決まってんだからそこだけ覚えればいいじゃないか。俺も知らん。
そこでだ。これから図書室で共同戦線を張らないかという、2.5 バカってなんだ。ISO、 なんだそれ。へー、よく知ってるな。わかったよ。で、図書室に行くのか行かないのか。じゃあ1時に住空駅前でいいな。遅刻すんなよな。じゃあな。